はいどうもこんにちは、山竹です。今回はですね、とうとう来ました。これね、待ってた人多いんじゃないの。ドラゴンボールコラボですね。こちらやっていきたいと思います。実はですね、本当は初見プレイで行きたかったんですよ。でもまあ今日学校行ってから今撮影してるんですけど、我慢できずにやってしまいました。はい。でね、まだ1回も多分死んでないので、難易度どうなんだろう、そんなに自分的には難しくなかったんだけど、今回はですね、とりあえずホルスパーティーと大国主パーティーの2通りのパーティーで攻略していくところを実況していきたいと思います。ということで、じゃあまずはね、ホルスパーティーからいきたいと思います。なんかね、タッチペンはね、やりやすい時とやりづらい日があるんですよね。ちなみに、いきなりですがね、ドロップが枯れてますね、これ悲しいんだけど、はい、3色しか盤面にないっていう悲しい現実に襲われておりました。さあ、とりあえずこれでまずはね、適当に倒していきましょう。まあ、今ので一旦ね、スキルが溜まったって考えれば。正直ここね、バトル10まであるんで、そんなにスキルダメ気にしなくても大丈夫ですね。このパーティースキルが全部多分4つなんですけど、4つもあればまあ割と十分じゃ十分なんですよね。さあ、 BGM が壮大ですが、これまたさ、今、あぶねー、あ、今あったか、ドロップ普通にまた3色しかないように見えた。まあ、ここは10万なんですけど、ホルスパーティーなら16倍組めれば確実に抜くことができるレベルですね。相手が草なんで、相手が草だったんで。で、ここは回復をちゃんとしていかないとちょっと危ない時があるので、しっかりと回復はしていきたいんですけど、まあ倒しちゃってもよかったけど、あ、やべやべ、回復入ってね、危ねえ、なんだこれこれは事故った。ちょっとね、ごめん、タッチペンじゃなくて素手でやるわ。初めから素手でやれよって話なんだけどね、手でねやるのよりタッチペンでやってる絵をね写しといた方がね綺麗なんじゃないかって思ってね、やってたんだけど、やっぱ俺は素手派ですね。タッチペン持ってはいるけど、さあ、なんか自分のね名前をこう唱えてきましたが、何も起こらないという素晴らしい状況に陥ってますね。まあこんなもんで大丈夫でしょ。これで紫まで入るんで、黄色も入ったね。これでタッチペンでなー、できる方がいいんだけどな。さあ、倒していった。で、次が、あ、こいつね、攻撃力いきなり2倍上昇してびっくりするんですけど、別に強くないです。強くないので、まあとりあえずバンバン進んでいっちゃいましょう。これで黄色まで回収して、はい、おお、いい落ち込みですね。何色が入ってない、緑が入ってないのか、まあいいでしょう。で、次も4色はある。もうね、とりあえずこのダンジョン正直ね突き進んで大丈夫です、初めのうちは。この辺、あ、そう、ここ先生あるんで気をつけてくださいね。黄色、これはもうとりあえず、さあ、ここ立てる、ハート立てることによって次がつなぎやすくなったりとかっていうのは考えながらいくといいですね、パズルの時は。おお、結構食らうじゃんここ、危な、どうしようか。草、あ、これ一応ドロップは枯れてはいないので、どうしようかな、これパズル、こっから行きたいね、上の緑で最後回収して、で、回復をできれば2コンボぐらい入れたいなと思ったんだけど、どっかないかね。何も言わずに始めていくスタイル、こうか。あー、緑届かなかった、それまずいんじゃないの、大丈夫か。いやー、ドロップ操作時間足りないっていうね、奇跡の状況に陥りましたね。はい、で、ドロップは大丈夫だね。なんかあんまり今日ドロップ運が良くないです。こんなもんで大丈夫だろ。はい、さあ、まったりとね倒していきましょう。まったりと、はい、突き上げ、ああ、ドロップはあるけど、邪魔ドロップは割と邪魔です、邪魔ですね。どうしようか、こんな感じ、ないか。お、ナイスプレー、それは熱い、熱い落ち込んですね。まあ2ターンあったんで、とりあえずお邪魔を全部、お邪魔ドロップ消すところだけを考えてやったんですけど、まあうまくいきましたね。あ、これいいコンボ見えますね。こう、あ、
こうしてこうすれば落ち込んで緑、青、紫回収できるんで、はい、綺麗ですね。でここ倒したらもう次早速ボスなんですけど、まあ普通に今進んでれば分かったんですけど、今何も考えずに進んだけど結局スキル溜まるんですよ、ここ10回まであるんで。でこいつがね、第4形態まで進化していくんで侮れないですね。で最後のやつがね、なんか53万 HP あるらしくて、生半可な気持ちでやったらね火力足りなくて死ぬっていう話を、あれ全然入ってないコンボ、これちょっとやらかしたかな。あ大丈夫か、初めのやつとかそんな強くないんであれなんですけど、こっからこの次あたりから割とねきつくなってくるんで、よしこれでここまではいい感じですね。ここも硬いんだ、知らなかった。今ヒドロップに変えたよねこいつ。エネルギーの無駄遣いですね。地球温暖化の原因になるんでやめましょうそれは。はい、カロリーをもう摂取しないと。さあこれ闇まで行きたいな、できれば適当に闇をまず回収しての、ほっ、あー大丈夫か、入った25倍、うん、いいじゃんいいじゃん、とりあえずこれでなんとかね、これととりあえず突破できたでしょう。怖えんだよねこいつ。おお、ちなみにですね、自分ドラゴンボール見たことないんで、あここです、大事なの。もうねスキルプイン5個頑張ってパーティーに入れましょう、なくても無理やり入れましょう。無理な話してるのは分かりますが、ぜひ取り揃えてください。熱いですよ取り揃えると。なんで緑入ってないこんなにやんのに、ひどいでしょ今の。いやーこれは悠長な音した、痛い、結構痛いねこれね、自分に直接食らったわけじゃないのにね、ゲーム中で食らったあれも痛いって言っちゃうのは多分みんな全国共通でしょ。あ全然食らってない、ああ死ぬんだけど、どうしよう、回復ドロップも全然ねえし、光が入らなかった。お、いいぞ落ち込ん、なんとかね回復間に合ってくれたら嬉しいんだけど、へいピャーッさっきよりぬるくなるっていうね、これよくわかんないんですよねこのダンジョン。そしたらヒドロップ強化しちゃうか、一回ヒドロ強化して黄色、赤、青、緑回収できればいいんだね。黄色いっぱいあるからたくさんコンボ組めたら美味しいんだけど、こんな感じいいね、これめっちゃ黄色消えた、オッケーオッケー、これでまあとりあえず倒せたでしょう。はい、全然回復ドロップ降ってこないんだよな、結構困っちゃうよね。来たよこれ最終形態ですね、はい、106万、 20% で106万だから53万とかだよね、やっぱり5倍すればいいんでしょう。53万、あ違う530万か、 HP 高っ。これどうしようか、回復おでんに任せてみるか一回。はい、でも早速だけど読み使っちゃいましょうこれ、そう熱いんじゃないかな、その方がなかなか今揃ってるしね駒が。いきまーす、ふい、あ、いいじゃんいいじゃん、はい、9コンボです。光落ち込ん入れ、あー落ち込んなんもないか、落ち込ん来たら激アツだったんだけどな。53万じゃねえ、530万あるから割とね半端な気持ちでやってっとね、フルボッコにされるからねここ結構ね、楽ではないねやっぱりね、さっき楽って言ったけど今考えると、あーやべえ全然入ってないコンボ、紫と黄色これめっちゃもったいないんだけど右下の、あーやらかした、俺はちょっとやらかしたな、こんな悠長なことやってる暇ないで、うわーめっちゃ食らったんだけど、クシナダになんとか一旦は耐える。はい、
なんとか落ち込ん、いやーきついこれ、あ、ちげえ、これ次一旦なんか来るんだった、うわこれ忘れてた、この時間。さあじゃあここで、あのね、これ来てもね、次正直別に痛い火力の技飛んでくるわけではないのでご安心ください。でもここで倒しきればもう勝ちなんで、倒しちゃいましょう、頑張って。これ行きたいね、からこうやって、あ、黄色回収できてねえや、これまあこんだけやればなんとか倒せたんじゃないか。いやー倒しましたね、いやーよかった。ちょっと一瞬ね怪しい雰囲気あったんでどうなるかと思いましたが、ちょっとあまり上手いプレイングではなかったけど、まあ、とりあえず倒せたので OK です。でこれね見て、みんな経験値やばくない？もうなんかほぼ毎回固定なんですよ、43,000、あ、43,135 か。これ経験値固定なんで、多分毎回大体今までずっとこれなんで固定だと思うんですけど、めちゃくちゃ上手くないですか。スタミナ50で経験値43,135だから、大体ねスタミナ1あたりの効率がね560とかだから、神々もあるのよりも経験値効率いいんですよ。なんであのこの期間にランク上げれる人はバンバン上げちゃっていいんじゃないかなと。はい、高ランクになればなるほどここのダンジョンすごい美味しいと思いますね。あ、なんでぜひ回れる人は回っていったらいかがでしょうかっていう話ですね。はい、じゃあ次はね大国主パーティーで行きたいと思います。はい、続いてもですね大国パーティーでやっていきたいと思います。このパーティー水曜ダンジョン地獄級やった時と同じで、完全にまたスキル封印をねブロックできる闇染めのパーティーとなっております。まあちょっとねこのパーティー実際ね回復力ないんできついんですよね。読みをね光読みにしちゃおうかなと考えてますね。光読みじゃない、闇読み、そっちのがまあなかなか回復力取れていいかなと思って。こいつとかさ300台しかないしさ、こいつもまあ、ちょっと半蔵が回復力持ってくれてるかなって感じはするんですけど、まあ行くしかないでしょう。行くしかないのは分かんないけど、まあ、正直ホルスのがやりやすいですね。だから組めっかなこれ。パズルはあんまり好きじゃないから、好きじゃないか、得意じゃないから、パズルすること自体は嫌いじゃないんですけど、上手くないんでね。あー、いいね、6コンボ。うまくないんで、ぜひパズル力をつけたいんですけど、闇メタでずっとぬるくねパズルしてた人間なんで、そこのとこなかなかねちょっとなかなか実力がついてこないというか。あー、ちょちょちょ、1秒操作時間短くなってるの忘れてた。いつもの感覚だとね積もれてたんだけど積もれなかったね。まあ普通にでも6コンボ落ち込んでもなんでもいいんで、6コンボすりゃいいんだよ、関係ねえよなそんな落ち込んなんて、6コンボすりゃいいんだよ。ほい、いいじゃん、よく言えばもう1コンボ伸ばせたよね。めっちゃ消えたんだよ、これさすがに落ちるでしょう、効果抜群だし。めっちゃ食らったね今ね。はい、さあまたねこのライダーみたいなやつ登場した。いいね、これで闇光まで落ち込んで8コンボ確定でしたね今の。いや今のはうまかったパズル普通に今のはうまかったんで OK ですね。自分でも納得のパズルでした、完璧です。珍しく自分に合格点与えます今の。いやー光と青回収できないとまずい。あー、いいね、うまくパズルが回せなかったね。斜めをやっぱ使おうとするとどうしてもずれる時があるんで、あまり斜めを対応するコンボは組みたくない。隙あり、うえーめっちゃお邪魔、完全にお邪魔なんだけど、しかも闇消されたよねこれ。悲しいというよりかちょっと怒りが湧いてきますね。あ、やばい、これ回復しないで大丈夫かこれ。ああまだまだだった、助かった、今死んだかと思った普通に。あ、ちょっと闇入ってないんだけど、ずれちゃったよ。まあ大丈夫だと思うけど、結構食らう。お、三色盤面になったぞ。どうしたんだこれ。わ、三色ダンジョンか。いいえ、ケフェアです。体内に打ってるかわからない、完璧。
さあ9コンボですね。盤面言ってることはわけわかんなかったけど、まあ OK でしょう。回復申し切った。はい、さあここからが本番ですよ。とりあえずボスまでに読みは溜まると思うんで4ターン OK ですね。どうせすぐには消化しないと思うから。あーミスった。じゃあ落ち込むも今回は恵んでくれず。よし、よし、これで緑まで回収。あ、いい落ち込んですね。まあ、これからねパズル見つった時はスキルダメって言ってねごまかそうと思うんですけどクソ人間、クソ人間コンテスト出れるわ今の発言。まあ、某鳥人間コンテストのようなねクソ人間コンテストというのが始まったら僕は多分優勝できるんじゃないかなっていう発言をしましたが、あー間に合わなかった。紫黄色消えねえか。光だけでとりあえずシュッ。いやみんなこれ赤に変えてくるよね、この何こいつこいつオロチマルみたいなやつ。これ倒したんじゃないかな、こいつこいつ。なんつうのこいつ、フリーザ様か。フリーザ様ってヤバいやつらしいね。なんか俺全然ドラゴンボール分かんなかったんですけど、これを機にちょっとどういう話かだけは掴んでおこうっていう気になったんで、ちょっと友達にいろいろ話を聞いたんですが、フリーザ様はとりあえずヤバいやつっていう話だけ聞きましたね。もうなんか抽象的すぎてね意味が分からなかったんですけど、まあ、とりあえずヤバいやつって言われればヤバそうっていうのだけは分かるんで、はい、ここで今救面ですね。ここでうえい、これさスキル封印弾くときマジかっこいいよね。かっこいいっつうか気持ちいいよね、見てて熱いですね。さあ熱いですねの話はいいんですけど、パズルをこれめちゃくちゃうまくない？そうでもないか。まあ6コンボ確定はしてたんですが、とりあえずちょっとねやっぱぷよぷよみたいに連鎖を組んでみたいなと思った結果があれでしたね。はあ、お邪魔ドロップいらねえんだよな。お邪魔ドロップがね俺を狂わすんですよ。運命の歯車が。あー届かなかった。ちょっと迷っちゃったのがまずかった。はい、痛い。ここね一回ね多くに使っていいと思う。そんな気がした今。赤まで入る、これ入るね。よし OK、 8コンボ確定ですね。たまにうまいんだよ俺さっきから見て思ってた人いると思うけど、たまにうまいでしょたまにうまいと思うんで許してください。おーし抜いた。さあボスやってきたよ。あのねこいつがですね実はですねあれ使ってくるんですよ。初っ端スキル無効を使ってくるんで最初にオープニングしちゃいます。んでもって、まあ、整地を兼ねてこうドロップ動きしていきましょう。読みがちょうどいい感じに使えると嬉しいんですけど、今青が、あ、これ熱いじゃん。緑に、あ、違う、緑6青6って今すごい熱い状況なんで、ここでスキル全開放してもう使っちゃいましょう。正直ね530万かは一発では出ないんで、まあ何度かやっていくうちにこう何度かまあ攻撃してって、次のターンでも倒す必要もないんで、ここは倒しきれないんですが、まあ、落ち込んすれば別ですよ。全然しないっていう、ここはまあ倒しきれないんで、ここでワンパンすることは考えないようにしましょう。あ、でもだいぶいけんなこれ。ミスった、これはねミステリアスですね。はい、今の間、はい、ここであの状態異常無効してくるんだ。そう状態異常無効だ、スキル封印じゃなくて、これを使ってくるんで、とりあえず大国主を解放するんですが、これワンチャンもう倒せるんじゃねえの。無理か、危ねえ。これ次倒せないとちょっと危ないかもしれないな。ちょっと真剣に行こう。ここは指でいきます。いつもの感覚で、学校でやっぱ指でやってるんでね、さすがにパズドラタッチペンで学校でねパズドラやる勇気はないんで僕は。
パズドラやってますっていうのがすごいわかるけど、別にそんなわからなくてもいいかなと思ってるんで。そう、今日電車でね、あのパズドラのプラスマラソンやってたらですね、あの人やばくね、おでん、赤おでん赤おでん5体も入ってるよとか言ったから、すごい、あー見られてんなーとか思いながらやってたんですけど、あれ結構恥ずかしいですよね、見られてるの分かると。どうしようかな、回復間に合ってもいいんだけど、次そんな痛い攻撃来ないんでいいんですけど、できれば倒しちゃいたいが、コンボ見えないんだよな。ここで1回復で2、ちょ水と光も遠いしな、でも行くなら光からかな、ここから行こう。よし、うまい、オッケー、これは完全勝利ですね。はい、ありがとうございました。まあ、こんな感じでやっていけば、とりあえずスキル封印だけ気をつけて、あとはボスの HP が異常に高いっていうことにだけ気をつけていければ多分大丈夫なダンジョンだと思いますので、はい、ぜひね、この美味しい経験値みんなで獲得してってね、もうランクバンバン上げちゃいましょう。もうこの期間はもうランク上げ期間ってね言っても過言じゃないぐらいランク頑張って上げていこうと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、ということで、お疲れ様でした。そう、この間っつうか、つい昨日ですね、あのフレンド募集の動画も上げたんで、まあ、ぜひ僕とフレンドになりたいなって方一回見ていただけると嬉しいですね。チャンネル開いていただくと多分そこに動画あると思うんで、よろしくお願いします。はい、あとはチャンネル登録やツイッターのフォローなどお待ちしておりますので、よろしくお願いします。また次何かありましたら動画にしようと思うんで、よろしくお願いします。ちょっとね、ぷよぷよも動画やっていこうかなみたいな思ってたんで、はい、そんな感じですね。お疲れ様です。また次回の動画で会いましょう。